占い出るまで待ちたいと思います。まあ私村人なんですけども、ちょっとタレゾー CH ちょっと気に食わないんで、この人ちょっと潰してもらっていいですか。皆さん本当ムカつくんだよこの人。最強格闘家さんに気に食わないと言われたんですが、僕タレゾーチャンネルは最強格闘家さんのことが大好きかもしれません。ごきげんようってことでね、こんばんは皆さん。ということで今回は、人狼殺ってやつかな、やっていこうかなと思う。やろピック。よしってことでやっていきましょう。これかな。さあ、あの僕自身ね、人狼はねあんまり知らないから、みんなで一緒に考えてやっていこう。よろしくお願いします。あ、よろしく。お願いします。あ、お願いします。あ、お願いします。お願いします。 あ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。それではルール説明、あの1日目の狼噛みつくのなしでやっちゃいましょうかねということでやっていいですか。もう、あ、大丈夫です。まあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タスク、切らんか、もうよか。まもなくゲームスタートです。うわ、身分を確認してください。これ村人？あ、これがあれか、ハンターか。これ何？なんて読むの？夜が来ました。え？目を閉じてください。これあんま言わない方がいいんだよね。狩人は目を開けてください。いや、やめるで。狩人は守る相手を選んでください。やめる。噛みつきなしだから。音でかくないか、これ BGM うるさいよ。え、このピントルンっていうのがうるさい、これ。 OK、 さあ人狼やっていくぞ。守るぞ。カリウドっていうんだ。カリウド、あんま言わ公言しない方がいいんだよね。私はカリウドですね。僕が人狼ですって言いよう。それはダメだろ。さあ夜が来ました。目を閉じてください。さあ考えるんだ。朝が来ました。さあ朝が来た。昨夜は誰も知らなかった。さあ2番のプレイヤーは発言してください。ホワイトサワーさん、はい、よろしくお願いします。ちょっと1番目ということで特に出せる情報はないんですけど、まあ、僕は村人陣営です。で特に CEO もないのでこのまま終了でいいですかね。うん、声がでかい。じゃということで、まあ、2周目いろいろ考察を落としていきたいと思います。ではお願いします。カリウドって言えばいいんだね。あ、言っちゃダメなんだね。オッケー。発言してください。声でかいね。村人です。はい、まあまあさ、占い出るまで待ちたいと思います。はい。じゃあ、最強格闘家の人に渡したいと思います。おい、ちょっとふざけてんぞ、誰ぞ CH。4番のプレイヤーは。あ、ちょっとまあ、私、村人なんですけども、ちょっとタレゾー CH ちょっと気に食わないんで、この人ちょっと潰してもらっていいですか、皆さん、ほんと。ムカつくんだよ、この人。このプレイヤーは発言してください。発言してください。そう、私も村人陣営です。すいません。1、2、3、4番さんのちょっと発言では、ちょっと誰がなのかなと思って、うん、この後占い待とうかなって思ってます。と以上です。6番のプレイヤーはあれぞ CH。 はい、どうも4番さん、まさかの YouTuber ですか。暴れた。おめえ収益あるんですか今。大丈夫ですか。俺殺されるじゃん。2番さんから始まり占いたい子ないですね。占い師も出ていません。僕占い師です。はい、一番さん人狼でした。一番さん対抗確定ですね。6番黒です。言ってください。以上です。一番のプレイヤーを発言してください。いいですか、聞こえますね。ああ、今6番さんに人狼って言われたんですけど、今完全に僕が
占い師です。完全に白側です。で、僕今6番さ占ったんですよ。なんで6番占かっていうと、今僕が1番から始まって、1、2、3、4、5、6始まると思ったら、2番さんから始まっちゃって、で、僕が6番から6、5、4ってだんだんやっていけば、まあ多分、占い師がこう後出ししてくるだろうって思って読んでたんですけど、普通に6番さんの次に僕っていうすごい最下の順位になっちゃった。うん。6番さんが、おい、こいつ回線悪いぞ、まず。占い師。6番さん占いました。6番さん黒でした。後出しみたいですごい接続悪いんですけど、6番さんが黒で僕は占い師です。うん、でこの人人狼にしよう。のプレイヤーは発言してください。なるほど、6番さんと1番さんが両方黒出し把握しました。うん、こうなるとローラー安定になるとは思うん、あ、でもそんなことないのかな。うん、ないね。で、6番さんが白かって言われると、僕はちょっとわかんないなと思ってて。占い師出てない状態で黒が嘘、まだ1番さんがまだ占い師用してないってことは、6番さんが黒だった場合、1番さんは黒確定になって、占い師、あ、黒確定じゃないですね。6番さんが白だった場合、あ、黒だった場合、1番さんが占い師真だと分かることになるので、ここはまだ6番さんと1番さんはフラットに見てます。で、ここ、どうですか、ローラー行った方がいいですかね。グレーランよりはローラーなんですかね。いいの、君の話は。こいつの話を聞いたよ、俺は。あ、こいつ人狼だと思う。ちょっと分かんないですね。黙れ、お前はもう。まあ、ちょっと3番さん、4番さんの方、ちょっと聞いてみて投票先は決めたいと思います。声でかいやと。まあ以上です。音量落とせ。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。最強格闘家さんに気に食わないと言われたんですが、僕タレゾーチャンネルは最強格闘家さんのことが大好きかもしれません。ただのホモやないかよ。どうしよう。かわしいわその。この人人狼だよ。ボクシング、6、1の次、あー、まあまあまあ。この人、人狼っぽいんだよな。うん、まあ、もうでも終わるしな。何言ってんの、マジで。なんか、まあ、6の方が怪しいかな、なんかふざけてるし、まあ、俺もふざけてるけど、まあ、4、5の聞いて、まあ、考えたいと思います。うん、まあ、ブーメン。4番のプレイヤーは、ですね。まあ、私の見解から言いますとね。まあ、6番人狼なんですよね。で、6番人狼で潰していただいて、まあ、人狼ゲームっていうのは、なんか占い希望があったら占いをまず潰していくという、まあ、ルールがあるみたいなんですけども、そんなことはしなくていいんですよ。6番ぶっ潰していただいて、1番さんが次3番さんを占ってくれればそれでいいんですよ。うん。そう思います。私は。で、6番さん潰していただいて、多分1番さん、攻撃されちゃうと思うんで、誰か守ってあげてください、1番さん。そしてこの、人狼ゲームを、より良いものにするためには、6番さんをぶっ潰して、次の占いを、タレゾー CH を占えば、このゲームは終了すると思う。以上だ。5番のプレイヤーは発言してください。発言してください。1番さん、6番さん占い師把握しましたと、多分どちらかが人狼なんでしょうけど、もう一人の方が誰かなっていうのを今考えてました。で、4番さんが仮に人、うん、3番さんが仮に人狼、うん、どっちだろう、4番さんがでも仮に人狼だったとしたら、3番さん人狼だとか適当なこと言って3番さんを釣ろうとするのかなっていうふうにも考えちゃったりして、なんで4番さん怪しいのかなって思ってます。メクはお前、あとお前人狼だろ、お前、どうだろう、2番さんが今グレーですね。6番5番だこれ、うん、お前絶対人狼、俺に罪を、お前アウトだ、お前嫌いだわ、お前発言してください。おい、どうも、1番さんと4番さん、LINE 見えましたね。5番さん、4番さん、黒目で見ていましたね。その通りですね。もう4番さん、1番さんを囲ってますね。6人村。意味わかんねえ、マジでこいつ。おかしいですね。おかしいの、お前だから。私はセオリー通り、1番さん、占いました。1番さん、右隣占った理由何ですか？左隣だろ。どういう理由ですか？
名前も変えてませんよ、私。どうして右なんですか？その理由教えてください。もううるさい、本当にもう。マジでお前のプレイヤーは、お前ゴースティングだろ。聞こえますかね？あ、聞こえますよね、聞こえますね。まず、今2番さんがグレーというか、うん、まあ、普通に、あ、まだわかんない状態で、3番4番さんが、6番と1番だったら6番の方が怪しい。で、5番さんは4番さんが怪しいと思ってますね。で、6番さんが今言ってた、なんで右隣をやらなかったかというと、うん、1、2、3、4、5、6ってある中で、順番が1から6に回っていくと思ったんですよ。うん、だから僕は、後出しをされないように、後半4、5、6の誰かを占おうと思って、6番を占いました。で、あなたを占った時に、あなたは黒手出られたんですけど、順番が2番から1番に向かっての決まりだったんで、僕が最後になって、僕が後出しみたいだったんですけど、6番が黒って出ました。4番さんが3番さらってくださいとか言ってたんですけど、まあ、個人的に4番さん気になりますし、5番さんも4番さん黒かどうかって気になりますんで、一応、次は4番さん占いたいと思います。なんでだよ、お前。以上です。6番さんと。お前、クッソ、お前。お前が占い師。始めてください。バカ野郎、お前。お前、次、お前、何言ってんだ、お前。俺が人狼なわけねえ。俺、ハンターだよ、ハンター。ふざけんな、ほんと。お前、何言ってんだ、お前、ボン。気泡亭、お前、ドン、ボン、ヒュッ。守ってやる、お前のことを、じゃあ、とりあえず。はい、6番、さよなら。はい、なんか言ってください、最後に。6番、はい、のプレイヤーは、発言してください。はい。初心者村なんで仕方ないと思います。2番さん、絶対白ですね。白目ですね。白って何？てか、白ですね。狩人さん。狩人、なんだ、狩人って。用事ないですね。まあ、1、4ラインあったんで、仕方ないですね。で、4番さん、3番さんを雑殴りしすぎ。で、2番さん、占い、ロラしようかって言ってたのに、4番さんが、まあ、3番さん次に殴るじゃないな。潰すって言ってたんで、もう、1、4ラインありますね、絶対に。だから俺は人狼じゃないっつってんだろ。うーん、何度も言ってんだろ。うるさい、うるさい、もう。バリちゃ。夜が来ました。バカ。目を閉じてください。ふざけんな、お前。カリウドは。お前守ってやるぞ、お前。カリウドは守る相手を選んでください。間違いなくお前を守る。さあ、攻撃しろ、一番。俺がやられたらどうすんだよ。俺はやられないのか。誰が俺を守るんだ。俺をやられたらどうすんだ。おい、人狼は俺のこと狙ってくるんじゃないか。俺は殺されるんじゃない、やばいんじゃない。6番、おい、どうすんだよ。本当にこれが人狼で、これが人狼だったらもう終わりじゃねえ、このゲーム。長くねえか、これ。お前人狼だからな、お前も人狼にしとこうか。これ多分もう、これ多分村人。朝が来ました。村人、これ村人、これでも怪しい、この人怪しい。どうだ、昨夜死んだのは。え、5番。なんで。え、ゲーム終了、人狼の勝ちです。え、占いは、占い、え、占い、一番。え、一番、え、人狼だったの一番。マジふざけんな、お前。お前よ、お前、お前、占い師じゃん、お前。くさ。あ、これ二人が人狼だったんだ。